どうも、PDR さんです。チャレンジデイ。ようこそ。前回のわさびチャレンジで、竹焼きが、わさびとレモンを食べると甘くなると言ってたので、今日はそれが本当なのかを、ちょっと試してみたいと思います。いただきます。わさびが多分足りなかったと思います。あ、甘い。なわけねえだろ。ということで皆さん、ぜひたこ焼きのチャンネルに行って嘘ついてんじゃねえよとコメントを残してきてください。じゃあまた。この動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。チャレンジとかありましたら下のコメント欄に書いてください。明日はゴミ箱チャンネルで動画を出すので、登録してない人は横をクリックするか、下にリンクが貼ってありますので、登録したかったら登録してください。では